タートブチルモトタートブチルモト、または三級、ブチルモトは有機化学における原子団の一つで分子アルキルモトの一種。構造式は C3、IUPAC 組織名では1、1、ジメチルエチルモトと言い表される。IUPAC 命名法で許容された関用名として三級、ブチルモトと称することが多く、その略語として T ブチルキとも称される。 構造式中では、ティーボ、または、トブーなどと省略される。そのかさだかさ、三つのメチル元による、電子共有性などから、この元を有する、化合物は、立体廃材や反応性において、特徴的な性質を示すことが、多く、しばしば有機化学研究でその性質が応用される。タートブチル元が、天然物に含まれることは極めて稀である。 タートブチルモトは3つのメチルモトが空間に向けて張り出しているため、その α 位、e、にあるウモトは他の主役の攻撃を受けにくくなる。例えば、シリルエーテルが3、または塩期存在下に可用倍分解される際、トリメチルシリルエーテルに比べた後、ブチルジメチルシリルエーテルは約2万倍も安定となる。この場合を、 シリル元の酸素原子はタートブチル元のベータであるが、溶媒分子は αE のケイ素原子に対して急覚攻撃しており、プロトン化によるアルキルエーテルの E 位置脱離とは反応機構が異なる。タートブチルシクロヘキサンの立体廃座またタートブチルシクロヘキサンにおいてタートブチル元がシきル類を取るような立体ハイ座はシクロヘキサン環状で3位及び5位の水素原子と、 タートブチル元との立体反発が起こるため極めて不利になる。ゆえに回転ポテンシャル的に有利なタートブチル元がエクアトリアルイにある立体配座を取る。タートブチルカチオンは3つのメチル元から電子供与を受けるためカルボカチオンとしては極めて安定である。このため次節で述べるようにタートブチルエーテルやタートブチルエステルは共産条件で解列しやすく、 保護器として用いることができる。高い電子共有性は CH の酸性度を減弱させ、大きな立体障害は嗅覚性を減弱させる。この二つの作用によりた後、ブチルリチウムは有機合成において利用し得る最強の塩基の一つとなっている。また、プロトン引き抜き材ではなく一電子還元剤として作用することもある。ヒドロキシモトや、 カルボキシモトをそれぞれタートブチルエーテルやタート、ブチルエステルとして保護するのに用いられる。共に、共産性条件で切断される。前者は、塩基性加水分解条件、嗅覚剤、ヒドリド還元、接触還元などの条件に全く安定である。後者もそのかさ高さのため、通常のエステルに比べ加水分解や嗅覚剤に強く、接触還元などに対しては安定である。 アルコールやカルボン酸を適当な溶媒に溶解し、触媒量の硫酸存在解素不定を吹き込みながら反応させる。タートブチルエステルはカルボン酸とタートブチルアルコールの縮合などによっても得られる。一方 N タートブチル元や S タートブチル元は酸性条件下でも安定で除去が困難な場面が多いため、通常タートブチル元はアミニア、 チオールの保護器としては用いられない。トリフルオロ酢酸、または4基底塩酸酢酸エチル溶液などを作用させる。通常、タートブチルエーテルやタートブチルエステルの酸による可溶媒分解は、アルコールやエステルカルボニルの酸素原子がプロトン化を受け、炭素酸素結合の配列によって、タートブチルカルボカチオンが生成する気候にて進行する。複製生物は、 ソブケンのみであるため、単に溶媒を止めさすするだけで収率よく脱保護体が得られる。ただしスルフィド元などが存在すると、タート・ブチルカルボカチオンがオ様原子に付加するので、タート・ブチル元のスカベンジャーを脱保護の際に必要とする場合もある。ありがとうございます。